はい、どうもコマです。続きやっていきましょう。次はこれサイバークジャッカやったっけ。はい、合ってた。サイバークジャッカ、よし、やっていきましょう。今回話す内容なんですけどね、最近ポコピーの2人が新衣装を発表して、それの話してくれっていうのはね、ちょっとあったんで、やっていこうかな。いや、なんかこれからは新しく発表された方をメインでやっていくんかな、ポコピーの2人は。そんなこと言ってた気がするね。いや、なかなかあれやね、勇気あるよね、今まで使ったものを変えるっていうのは。まあ元のデザインもちょいちょい使っていくとは言ってたけどね。まあ新衣装は、まあ普通に可愛かったね。ポコピー、ポンポコさんは良かったね。あの髪の毛が、髪の毛のなんかサイドをふわっとした感じ。あんまりちょっとファッションセンスに疎いんで、あの髪型とかの名称わかんないですけど、ちょっとなんかあれやね、髪の毛変わるだけで表情とか雰囲気変わるもんやね。衣装もいい感じでね、なんか安易にセクシー路線に走らへんところが好感持てるなっていうね。このちょっと厄介オタクみたいな言い回しね、自分の田舎感あるところをね、持ち味にしてるところがいいんじゃないっていう意見をツイッターで見たんで、その意見パクらせていただきます。まあね、ポンポコさんにね、エロさ求めてへんよね、みんな。あの胃もったい感じでいいんですよ、ポンポコさんは。はい、ね、ポンポコさんの衣装はね、結構僕いいと思うんですよね。ピーナッツくんはね悪くないんですけど、全然いいと思うんですけど、衣装はね、衣装はいいと思うんですけど、ピーナッツくんの元デザインがもうね、顔でかいから、ピーナッツくん 3D のピーナッツくん、顔と体のね、大きさ一緒ぐらいやん。完全に通しみたいな感じやん。服だけ変えてもピーナッツくんのイメージ全然変わらへんなと思ったね。えなんか被り物とか頭にアクセサリーとかつけた方がちょっと印象変わるんちゃうと思ったけどね。まあそれはちょっとピーナッツくんじゃなくなる可能性あるから怖いけどね。普段のね、動画の時とかピーナッツくん下半身見せてへんパターンとかあるからさ、その時とかもう完全に、もうその時とかなかなかね、区別つかへんやんっていう。ピーナッツくん服変えても顔でかいから、ちょっとね、衣装を変えるだけじゃピーナッツくんのイメージはなかなか変えられへんと思うな。これ、あ、おー、そういう感じじゃない？今新技使ったな。前回のボス倒した時の技今使ったんですけど、ロックマン、あれやね、ゼロは X と違ってコマンド入力なんや。こっちの方が全然ええやん。面白いやん。ね、X はなんか体の色変えてわざわざ、色ガチャガチャ変えながら技使ったけど。あ、コマンド書いてある。へぇ、こっちの方がなんかアクションゲームっぽくてええやん。なかなかね、使ってた衣装を変えるっていうのは、本当に勇気がいることやと思うよ。まあ、ポコピーの動画があって、コモラさんも新衣装とか服着てみたりとかどうですかっていうコメントが結構あったんですよね。僕のデザイン、これで割と完成されてるからさ、なかなか服を着る勇気がないんすよね。と言ってもね、そのね、どうせ服作るのがめんどくさいんやろとか思われると思ったんでね。もう皆さんお気づきかもしれんけどね、僕のコントローラー見てくださいよ。いつもと違うでしょ。ちょっとファッションセンス出しちゃったね。これが僕の新ファッションです。ここまでたどり着くなんてあなたなかなかやるわね。でもあなたには勝てないわ。でも私には勝てないわ。かっこださい。あんまり会話変わってん気がするな、ハズ X と。はいはい、たたた、これすごい痩せてんな。たたた、いやー、やっぱあれはね、ゼロ難しいね、近接やから。うわー、近づくの怖いよ。どうか動き変わらへんか。やっちゃった。いやー、コウモリランちゃんの新衣装やったらね、喜んで作るんやけどな。はい、いやー、何回か作ったことはあるんですよね、自分で絵描いたりしてね。
僕の画力が低すぎてあんまり可愛くならへんだからすぐボツになるんですよね。いやバニー服とかメイド服とか着せてみたんですけどね、あんまり可愛くならへんかな。たたたた、はい、これを繰り返しよう。うわあタイミング狂った。いやーね、どんどんね可愛い衣装着せていきたいんだよな。絵描くのも遅いからなかなかね進まないね。はいはい、でいよっしゃ。このクジャクの衣装とかいいかもしれんな。背中に羽生やしてちょっとサンバみたいな。若干買った時の BGM も変わってるんやな。親指立てて生きってるね。楽砲派、楽砲派、地上でギガアタックボタン、すべてのエネルギーを拳に込め一気に爆破させる究極必殺技。ただしエネルギーを消費するので、あ、これはエネルギーあるんだね。ピンチになった時のみ使え。うわ命令口調。はい、よし、次はなんちゃらフクロウやっていきましょう。これさ名前ちょっと忘れちゃった。ストームフクロール経緯フクロール。このステージはねコメント返しながらやっていこうと思うんですけど、小村さんのファあちょっと新技見てみたいな。あ、もうなんかライフの横にでエネルギーバーあるやん。あーこれか。あ、ロックマン X ダイブで見たことあるわ。ゼロが使った気がする。 OK、 小村さんのファンマークってありますか。ファンマークね何かわからなかったんでちょっと調べたんですけど、なんかツイッターとかコメントとかでこの絵文字を使ってたら小村さんのことねみたいな、そういうマークのことらしいね。もうあれでいいと思いますよ。ポンポコさんがね僕の動画をツイートしてくれるときに使うあれ、恐竜の絵文字。チャンチョくんはなんかなぜか月の絵文字使われてるけど、チャンチョくんは月で僕は恐竜でいいと思います。小原さんにとって仕事って何ですか。僕にとって仕事はね金稼ぐ手段でしかないかな。仕事に対するね愛着とか全くないね。全然急に小村明日から来なくていいぞって言われても多分分かりましたって言うとね、ちょっと就活するのめんどくさいなと思うけど、昔はね自分の好きなことを仕事にしたくないとは思ってたんですよね。仕事にしたらその好きなものが嫌いになるんじゃないかって思ってね。今はちょっとね好きなこと仕事にした方がいいのかなとも思い始めてる ね。やっぱね一日の大半をね全く興味ないことに使うのはねなかなか時間の無駄やなって思うことはある。ほんまに仕事してる時間はね金稼ぐためだけやからね何も考えてんね。動画で何喋ろうかって考えてる時はあるけどね、あぶねー、ずっとなんか妄想してたりとか、全然意味のあることはなかなかしてへんな仕事中はって感じかな。ニーアレプリカント実況してほしいです。ニーアレプリカントね僕やったことないんですけど、あー怖い。あーねーちょっとね申し訳ないけど実況は多分しへんかな。理由がね内容は知っちゃってるんですよね。友達のサラビットさんがめちゃくちゃこのゲーム好きで結構話聞いてたんですよね。このゲームめちゃくちゃ面白いでって結構話題に出してきてて、結構どんなゲームなんて聞いてたりしたら、割とねネタバレを食らってね、全然ね喋ってくれていいよって僕言ったからねペラペラ喋り始めてね、サラビットさんが。なんでねもう内容ほぼ知っちゃってるんで多分やらへんかな。結構名作らしいね。何週かして新エンド行く時が一番面白い的な話を聞いた気がする。ちょっと覚えやけど、はい。映画とか漫画とかゲームの世界に入れるとしたらどこがいいですか。またその世界何がしたいですか。僕ね
そういう話されとね、絶対言うのがプププランドに行きたいんですよね。あいたたって星のカービィの世界ね、プププランド、あんな平和な世界ないよ。カービィさえいなければめちゃくちゃ平和やからな。プププランドでさね、キババに昼寝してたいな。あの世界行きたいわ。ロックマン X ダイブの可愛い子だとエールさんがおすすめです。エールちゃん可愛いね。はロックマン X ダイブで初めて見たけど、我々をイレギュラー扱いしょって、おつけ、今からでもクーデターを取りやめろ。おゼロが喋ってる。正義はレプリフォースの方にある、行くぞ。ほぼ喋る意味なかったやんけっていう会話やな。はい、あげられへん。でもちらっとそういうのってちょっと気になったね。大丈夫かこれ。うわーマジか。ロックマン X ダイブで初めてエールちゃん見ましたけど、エールちゃん可愛いね。最初は男の子かと思ったけど、ボーイッシュな女の子やったな。ガチャで出てきた時声がめっちゃ可愛かったんですよね。今ハロウィンイベントやってて、ガチャでねハロウィン衣装のエールちゃん出てくるんですけど、それも可愛い。はい、無事引くことができたんで、最近そればっか使ってるね。シェルちゃんも よく使うんですけど、シェルちゃんね、こいついてんから喋ってくれへんねんな。あとシェルちゃんめっちゃ弱いねんな、僕の推しの。対戦じゃほぼ使えないレベルやねんけど。せめて早く声優ついてくれ。シェルちゃんだいぶ不遇な環境になってるから。ゲイコメントでシエルちゃんの声優決められるとしたら誰にしますかってあったんですけど、まあ僕かな。自分でやりたいな。僕割と好きなキャラになりたい願望あるんでね。ファンはブチギレるやろけどな。こうへんのかい。自分以外って言われて結構困るんですよね。あんまり声優さんに詳しくないから。そやね、自分以外やったら、儚げな声の人にやってほしいな。バッカーノのルーア役の人にやってほしい。この人って有名なのかな。バッカーノのルーアの声の消え入り相関半端ないからな。あれは合ってそう。はい、PS5 買う予定ありますか。うわ結構攻めてくるな。くそ、PS5 ね、買う予定ないっすね。はい、おら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 、弱点弱点。てか PS5 って今買えるの？なんか、なかなか手に入れんっていう情報よく聞くんだけど、その割には CM しまくってるけどね。はい、ゲイ。買う予定なかったんですけど、コースしかない。もうこれ避けられへんから、もうコースしかない。 OK、 強かった。いやーめっちゃ強かった。8回ぐらいゲームオーバーになったんじゃん。なんかパラサイトイブの続編が出るって噂をちらっと見たんですよね、 PS5。 それちょっと気になってるね。サードバースへの続きができるんかっていうね。もうサードバースへのストーリーめちゃくちゃっていうかよく分からへんだから、なかったことにしてくれていいけどね。 Z セイバーのレベルアップ、ほう、ね、これ普通に攻撃力上がるってこと。敵のエネルギーショットが剣で切れるようになるぞ、強くね。チャンチョとガチ喧嘩したらどっちが勝つと思いますか。チャンチョくんが勝ちます。僕の戦闘力は1です。チャンチョくんは5ぐらいあるから。まあリアルな話、マジで僕喧嘩弱いと思ってるかな。はい、アドコメント一つだから読んじゃおう。日本刀、西洋刀、弓や槍など武器では何が好きですか。弓が好きやね。あの弓をね、あの背中のなんていうん、弓矢の矢入れてる筒あるじゃないですか。あそこから矢を取り出して弓を引くまでの一連の動作かっこよすぎひん。あれ憧れるね。もう子供の頃から僕弓結構好きだったんですけど、それに憧れてね、僕あの弓道部入りてえって思ってる時期あったんですよね。実際に弓道見たらめっちゃ動き遅いんですよね。
お前矢準備してから撃つまでに何十秒かかってんねんみたいなね、その間にやられるやんけっていう、全然実戦を想定してへんから弓道部入らへんだなという感じで、僕は弓矢が好きですという感じでね、ありがとうございました。また次回お願いします。